暑い。キャッポイカリンです。暑いけどブルーベリーが実ったから収穫するぞ。おお、暑い中精が出るのお。あわわ、お嬢さん迷子かな。ああう、そう迷子なのお。お腹すいたのお。じゃあこのブルーベリーの収穫を手伝ってくれたら何か作ってあげるよ。やったー。ちょいちょいちょい、カリン、こいつは迷子じゃないわよ。え、そうなの？こいつはサナエのところのカエルの神様よ。ふう、私はカエルの神様。違う、私はヤオヨロズの神、モリアスワコだよ。そうだったんだ。かわいいスワコ様にぴったりな紫色のケーキを作っちゃおう。頑張って取ったから楽しみ。ベリーのレアチーズ。あー、レアチーズケーキを作るのか。スワコ様だから特別にグラデーションレアチーズケーキを作るよ。あー、なんか難しそうね。そんなことないよ、見た目よりも簡単だから初心者にもおすすめ。まずは材料を計量しました。おー、マリサ助かる。マリサはブルーベリーの収穫の時はいなかったようだが、あの時はセミが怖かったから自宅待機してたのぜ。今日やること、1、ゼラチンをふやかしておく。2、ブルーベリーのソースを作るのぜ。今回は濃いめに作りたいから200分のブルーベリーを使うよ。私の服は結構濃いからね。私の服は青色だったり紫だったりするよ。今日の服は青に近いわね。いろいろ服があるのだよ。ほい、レンジで5分加熱したよ。泡吹くが上まで、これ溢れる寸前だったわね。ギリギリセーフ。ここにふやかしたゼラチンを入れて溶かす。これでソースは完成。はい、次はレアチーズケーキの生地を作る。ご覧の材料をぐるぐる混ぜるだけでできちゃうよ。じゃあマリサ混ぜるのよろしく。いや、私は今忙しいから。スワコ頼んだのぜ。ああ、マリサは何を作ってるの？セーラームーンのコンパクトケース。作りたかったけど失敗したのぜ。どんまい、大、中、小、あまりの4つに分けたよ。いつの間に？これでグラデーションを作るんだな。ザッツライト。第2ブルーベリーソースの3分の2を入れる。グラデーションになるように中と小に少しずつソースを入れる。色の違いははっきりわかるようにした方がいいグラデーションになるぞ。大、中、小、あまりの順番にボウルに入れる。30分くらい冷蔵庫で表面を固めてから次のを注いでね。最後に白を入れて4時間以上冷やし固める。あれを忘れてない？あ、レアチーズケーキの底のやつ。このビスケット生地が一番好きなんだよな。粉砕、玉砕、大喝砕。あー、熱いからバター様完全に溶けてるわ。バター溶かしたい時に夏って便利だね。ダバダーダバダバダー。フードプロセッサーがない時はお袋に入れてビスケットを砕けばいいからね。固めるのは半合水酸を使ったよ。あのボールと大きさがちょうどいいんだ。あーう、これだけで食べたーい。スワコ様かわいいな。あがめたてまつってくれていいよ。リンちゃん解説よろしく。はーい。モリアスワコ様は第10弾東方風神録の裏ボスとして登場する。元ネタはスワの伝承に伝えられるモリアの神。またスワコの名はスワコそのものに由来する。スワコのスワコ様、今日のイラストは東方弾幕カブラ様のを使ったよ。とてもかわいいの。それじゃあブルーベリーのグラデーションレアチーズケーキの完成。一番上のブルーベリーが溶けて、せっかくのグラデーションが台無しじゃ。ああ本当だ。でも中を切れば大丈夫なんじゃないの？ああうう、私が切られておる。おお、でもグラデーションいい感じだよ。一番上濃い？それじゃあいただきます。冷たくて爽やかで美味しい。これもしかして真ん中は味が違うんじゃないか？真ん中美味しい。多分ブルーベリーの皮が少ないから真ん中くらいが食べやすいと思う。だがしかし、このボトムが一番美味しいのだ。はい、今日も大満足ということで、次回はどんな料理を作るの？次週は月曜にコラボを。マリサの一狩り行こうぜ。さんとハンティング対決だね。なお食材がまだ捕まっていないのでもうやばいです。カエルでもいいから捕まえなさい。カエルはダメ？リクエストはコメントでぜひ教えてね。みんなチャンネル登録して待っててくれよな。それではここまでのご視聴ありがとうございました。